北側で入り口より、千葉市動物公園に続く、連絡通路萩台車両基地動物公園駅は、千葉県千葉市若葉区原町にある、千葉都市モノレール2号線の駅である。駅番号は、CM09。近辺に、萩台車両基地が所在し、当駅を、四重儀とする列車が設定されている。島式ホーム2面3線を持つ、高架駅で、 バリアフリー設備として地平から改札外へのエレベーターと改札外からホームへのエレベーターがそれぞれ設置されている。改札口は東側に1カ所あり、自動改札機、自動券売機が設置されている。出入り口はコンコースより北側に1カ所と地平から連絡通路へのエレベーター1機、南側に1カ所と地平から改札外へのエレベーター1機がある。 2.3番線は共有線路となっている。2019年度の1日平均乗車人員は714人である。千葉都市モノレールの駅では18駅中17位。近年の1日平均乗車人員推移は下記の通り。駅西側は稲毛区との区域があり、駅北側から駅直下にかけてロータリー交差点が整備されている。 駅西側に国道16号、駅南側には、京葉道路の穴川インターチェンジ、国道14号がある。千葉市動物公園千葉県、総合スポーツセンタースポーツ科学センターあたり、駅東側で入り口方面。千葉市動物公園方面には、連絡通路が整備されている。千葉県野球場あたり駅西側で入り口方面。ありがとうございます。